生配信でご覧の方もアーカイブでご覧の方も、的中率抜群当たる競馬予想、アースオンドット TV 競馬部 MC の愛を言うです。競馬部は現在 JRA で44週連続的中、昨年からの地方交流競馬を含めてなんと47連勝中。先週は編集長きのこちゃんが先々週に続き予想した4レースすべて的中。今週も絶好調の競馬部の予想で夏競馬をお楽しみください。今回のメニューは6月27日日曜の阪神メイン芝2200メートルで行われる上半期を締めくくるグランプリ G1 宝塚記念、6月26日土曜の東京メイン芝1800メートルで行われる3勝クラス江ノ島ステークス、阪神メインダート1400メートルで行われるオープン天保山ステークス、札幌メイン芝1200メートルで行われるオープン TBH 賞、以上4レースの予想をお届けいたします。まず最初は6月27日日曜の阪神メイン芝2200メートルで行われる上半期を締めくくるグランプリ G1 宝塚記念からです。今年は13頭立て。まず2週にわたり全レース的中した編集長きのこちゃんの本命は、もちろん世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎乗、7枠11番モズベッロ。対抗はイケメンで絶好調の川田騎手騎乗、2枠2番レイパパレ。単穴は名手ルメール騎手騎乗、5枠7番クロノジェネシス。連穴は2頭、海外での騎乗経験が、海外での騎乗経験が豊富な坂井隆生騎手騎乗、1枠1番ユニコーンライオン。テクニシャン戸崎騎手騎乗、7枠10番カレンブーケドール。馬券は本命世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎乗モズベッロの単勝副勝と、推奨馬の馬連ワイドボックス、そして77のゾロ目を含む推奨馬の枠連ボックスで勝負します。さらにモズベッロとレイパパレ二頭軸の三連複推奨馬への流しで勝負するとのことです。次に先週全レース外して、ガミにもならないガミ将軍坂織の本命は、グランプリ3連覇を目指す5枠7番クロノジェネシス。対抗は前走天皇賞3着の7枠10番カレンブーケドール。単穴は菊花賞2着の実績がある6枠9番アリストテレス。連穴は大外枠に入った8枠13番奇跡。要注意馬は6枠8番カデナ。馬券は本命クロノジェネシスの単勝と一等軸の馬連ワイド4頭流し、そして66ゾロ目を含む推奨馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。続いて先週4レース中3レース的中、競馬部で圧倒的な的中率回収率を誇る競馬部の守護神ムーさんの赤星は、ずっと応援していて前走の G1 大阪杯でも赤星にして1着になったディープサンク2枠2番レイパッパレとのことです。他の推奨馬はノーネイネバーサンク1枠1番ユニコーンライオン、ハーツクライサンク4枠5番アドマイヤアルバ、金カメサンク5枠6番シロニー、バゴサンク5枠7番クロノジェネシス、エピファネイアサンク6枠9番アリストテレス、ディープサンク7枠10番カレンブーケドール、ディープブリランテサンク7枠11番モズベッロ。馬券は赤星レイパパレの単勝副勝と一等軸の馬単馬連推奨馬への流し、そして2枠からの枠連総流し、さらに
1着レイパパレ、2着クロノジェネシス固定の3連単推奨馬への流しで勝負するとのことです。これで宝塚記念の予想は以上となります。お次は6月26日土曜の東京メイン芝 1800m で行われる3勝クラス江ノ島ステークスです。今年は8頭立て。まずキノコちゃんの本命は外国人騎手で一番好きなデムーロ騎手騎乗、3枠3番シングフォーユー。対抗はテクニシャン戸崎騎手騎乗、1枠1番カントル。単穴は名手ルメール騎手騎乗、2枠2番里の風神。レアナは2頭 JRA 初の俳優出身菅原騎手騎乗、5枠5番ビアメント。関東屈指の人気と実力を持つ三浦騎手騎乗、7枠7番ジュランピル。馬券は本命シングフォーユーの単勝副賞と推奨馬への馬連ワイド枠連ボックスで勝負するとのことです。次にガミ将軍坂織の本命は前走緑風ステークス2着の1枠1番カントル。対抗は名品アパパネが母親、8枠8番ラインベック。単穴は7枠7番ジュランビル。連穴は6枠6番統計ミラ。要注意馬は2枠2番里の風神。馬券は本命カントルの単勝と一等軸の馬連ワイド4頭流し、そして推奨馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。続いてムーさんの赤星は金亀3区5枠5番ビアメントとのことです。他の推奨馬はディープ3区2頭1枠1番カントル、2枠2番里の風神、統計ヘイロー3区おや間違えましたね統計ヘイロー3区6枠6番統計ミラ、金車差の奇跡3区7枠7番ジュランピル。馬券は赤星ビアメントの単勝副賞と一等軸の馬単推奨馬への流し、そして推奨馬5頭の馬連枠連ボックス、さらにビアメント統計ミラ2等軸の3連複総流しで勝負するとのことです。江ノ島ステークスの予想は以上となります。お次は阪神メインダート 1400m で行われるオープン天保山ステークスです。今年は16頭立てフルゲート。まずキノコちゃんの本命はイケメンで絶好調の川田騎手騎乗、8枠16番ピンシャン。対抗は世界中の騎手の中で2番目に好きな浜中騎手騎乗、6枠12番コカボムクイーン。単穴は牝馬三冠ジョッキー松山騎手騎乗、4枠7番堂々霧島。連穴は2頭、万馬券を取らせてもらった鮫島勝馬騎手騎乗、6枠11番バティスティーニ。安定した騎乗が魅力の三幸騎手騎乗、2枠3番名勝オーパス。馬券は本命ピンシャンの単勝副賞と推奨馬の馬連ワイド枠連ボックスで勝負するとのことです。次にガミ将軍坂織の本命は前走 BS11 賞を取った4枠7番堂々霧島。対抗は8枠16番ピンシャン。単穴は5枠9番アディラート。連穴は名勝の3頭、1枠2番名勝アリソン、2枠3番名勝オーパス、7枠13番名勝天水。馬券は本命堂々霧島の単勝と一等軸の馬連ワイド5頭流し、そして推奨馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。続いてムーさんの赤星はブラックタイド3区
6枠12番コカボムクイーンとのことです。他の推奨馬はマンハッタンカフェ3区1枠2番名勝アリソン、名勝ボーラー3区2枠3番名勝オーパス、ハードスパン3区3枠5番タガノアム、ケープブランコ3区4枠7番堂々霧島、金亀3区6枠11番バティスティーニ、ロードカナロア3区7枠14番ペプチドバンブー、スパイツタウン3区8枠16番ピンシャン。馬券は赤星コカボムクイーンの単勝副賞と一等軸の馬単馬連推奨馬への流し、そして6枠から66のゾロ目を含めた枠連推奨馬への流しで勝負するとのことです。天保山ステークスの予想は以上となります。最後は札幌メイン芝 1200m で行われるオープン TBH 賞です。今年は14頭立て。まずキノコちゃんの本命はもちろん世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎乗4枠5番ギルデッドミラー。対抗は海外での騎乗経験が豊富な酒井隆成騎手騎乗7枠12番 K.I. サクソニー。単穴は松岡騎手とともにノビーズという音楽バンドを結成している真由澄騎手騎乗1枠1番マイネルアルケミー。連穴は2頭 JRA 通算600勝を達成し勢いに乗る大野騎手騎乗6枠9番ジョーアラビカ。レジェンド竹豊騎手騎乗8枠14番イッツクール。馬券は本命ギルデッドミラーの単勝副賞と推奨馬の馬連ワイドボックス、そして44のゾロ目を含めた推奨馬の枠連ボックスで勝負します。さらにギルデッドミラー K.I. サクソニー2等軸の3連複推奨馬への流しで勝負するとのことです。次にガミ将軍坂織の本命は前走クラマステークス2着の3枠4番ナランフレグ。対抗は前走札幌初参戦で函館スプリントステークス4着の6枠9番ジョーアラビカ。単穴は5枠8番杉のボルケーノ。連穴は2枠2番大西アベニール。要注意馬は7枠11番アスタールビー。馬券は本命ナランフレグの単勝と一等軸の馬連ワイド4頭流し、そして推奨馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。続いてムーさんの赤星はロードカナロア3区7枠12番 K.I. サクソニーとのことです。他の推奨馬はダンカーク3区1枠1番マイネルアルケミー、オルフェーブル3区4枠5番ギルデッドミラー、金車差の奇跡3区4枠6番戦勝優斗、ジョーカプチーノ3区6枠9番ジョーアラビカ、アルデバラン23区8枠14番イッツクール。馬券は赤星 K.I. サクソニーの単勝副賞と一等軸の馬単馬連推奨馬への流し、そして枠連ボックスで勝負するとのことです。今週の競馬部の予想は以上となります。競馬部は現在 JRA で44週連続的中、昨年からの地方交流競馬を含めてなんと47連勝中です。この調子で連続的中記録を更新していけるように頑張りますのでご期待ください。さてここで私の告知を少しさせてください。7月28日から8月2日に両国エアースタジオにて舞台オサエロに A 班で出演を予定しております。詳しくはツイッター、IOU、@AIOI アンダーバー YUU でご確認いただけたら幸いです。
JRA は事前にネット予約で開催競馬場の指定席を購入したお客様のみ入場可能と発表しました。詳しくは JRA のホームページをご覧ください。いまだに収束が見えない新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにも、手洗いやうがい、洗顔、洗髪など予防をしっかりしましょう。外出する際はマスクはもちろん、髪の毛にウイルスの付着を防ぐため帽子を着用して感染を防ぎましょう。感染予防はあなた自身や大切な方々を守るためにあります。それでは今回はこのあたりでお開きとさせていただきます。最後までご視聴していただきまして誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたね。バイバーイ。